これ最後できるっていうのがやっぱいいですよね、おじやで。うおー、中の手も長いね。コースターかわいい。ありがとうございます。おわはい、どうも、北の宇宙ステーションフレットハルくん、忘れた、間違ってないよ。はい、どうも、北の宇宙ステーションフレットハルです。今回訪問するお店は天下一品です。どうす、ありがとうございます。天下一品さん、今回天下一品なんですけど、はい、今回天下一品中野店にお邪魔します。もう中野店がね、過去に僕らも行ったことはあるんですけど、はい、とにかくスープが濃厚なんですよ。うまいよね、中野店。もうめちゃくちゃうまいんですよね。はい、でしかもやっぱ中野店限定のメニューもあるんですよね。うんうん、まあ、今回はそちらを目当てに、あとはこってりと、まあ、いろんなセットで、はい、楽しんじゃうじゃないかと思いまして。天下一品といえば中野店でしょう。はい、先生、濃厚こってりいただきましたので、そのままご覧ください。どうぞどうぞ。というわけで中野店やってまいりました。来ましたね。風強いですね、今日。今日風強い。一番風強い日、寒い日らしいです、はい、そうですね。ここ自体はめちゃくちゃ久々だね、数年ぶり。そうですね、食らっていきますか。中野店限定ですよ、これ。何これ、手軽にこうやって、あ、スープだけもらえるの。これ面白いね、焼き汁。お前これたまみだよ。飲もう、コープでスープだけ、ほってり。自販機もあんのか、すげえ。ドヒエモン、これワンチャン今日テイクして家で食らうのもありやな。だってこのほってりカレーって何、カレーがあるんだ。あ、やっぱ全然違うね、メニュー。こう、そっか、あ、うん、中野定食とかあるの。そうそう、中定があるんだ。で、欲張り定食、濃いの、チャーハン、うみやしょ。トッピングで俺これなんだよね、やっぱり。納豆があるっていうのも嬉しいんですよ。あ、感動だったよな、納豆やった時。スープ増しね。で、中野店って確かあれありますよね、これっぽい、オイスープキムチライスセットね。オイスープだけだと無理なのかな。これ最後できるっていうのがやっぱいいですよね、おじやで。なんか夜間で最後締めたいなと思ったので。いや、マジすごい、夜間機能初めてやるわね。じゃあ普通のこってりと、うん、半チャーハンと餃子、ね、僕も今回ちょっとこれ頼ませてもらおうかな。チャーハンと餃子、コントロチャーシュー麺。おぉ、これバーン。うおー、うわ、いい羽根つき。こちら、うお、やっぱさ、濃厚さ絶対違くない。濃縮されてますね。え、クリアね。うわ、今鳥の、わー、ほら無敵だもん、ほら。いきなり俺が食べたらアイドル流れちゃった。もう鶏の旨味がもう濃縮されてます、完全に。で、うん、すっごい凝縮されてる。濃厚さは段違いだと思いますね。違うよね、やっぱ違う。しかもそれでただ濃厚なだけじゃいいんだよ、うん、旨味が本当に強い。それじゃあ麺いただきます。ほっ、出てこい。あー、来ました。やっぱ長いね。長いね、中の手も長いね。長いね。長い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 。マジでうまそうなんだが、打れてんじゃん。うますぎる、めちゃくちゃうまいね、やっぱ。え、うまいよね。え、こんなさ、黒いんだね。絶対好きだわ、これ。もうありがとう。ありがとう。引退してもいいぐらいの、うん、かっこ引退だね、これ。いや、うんま、あのね、そま、めちゃくちゃ醤油の味が染み込んでるわ。あーん、これ好きだわ。うん、醤油だね。うん、そう、なんかスパイシーな塩コショウとかではない、うん、チャーハンってやっぱさ、うん、塩コショウちょっとに卵でって感じじゃん。そうそう、これ醤油だよね、ベースが。かなり醤油。そうそう、うおー、うん、一瞬立ち食い入った。いや、ちょっとぜひこれを、いや、これちょっと食べてみて、熱々のうちに。
天下一品自体久々なんですよ、僕。俺は分かる、3日間3食毎日食べたけど。なんでこんなにハルくんが分かるかっていうと、3日間3食毎日食べてたから、ね、そうなんですよ。3日で9杯食べた男。3日で9杯こってり食べた男はなかなかいないんじゃない？ないね。いただきます。うん、いや、マジでうまい。違う、全然違う。あ、うわ、うまっ。天下一品で全国にどれがあるんだろう。あ、うま、北海道にあるのかな。あるんじゃない、北海道に。京都が本店なのかな。そうだね、天下一品は。京都行った時にありましたね、めっちゃ並んでた。天下一品といえばの羽根付き餃子でございます。綺麗。さあ、パーリーパーリーしてきますよ。でパリッと、うん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 、やっぱ羽根付いてるといいわ。うん、いいな、羽根。餃子ですら羽根付いてるんだぜ。羽根付いてるのに、ね、じゃあトロ豚いきますか。はい。え、これやばないですか。トロ豚じゃない。あ、違う、トントロ。トントロ、トントロチャーシューは全店舗あります。トントロチャーシュー、はい、あります。いや、それマジ美味しそう。何かに当たっちゃった人の顔だった今。とろけるマジで。これとチャーハン行ってみ、本当に。そんなすごい。もう長州、長州力になっちゃう、マジで。なあ、うん、まっ。うわ。やばいよ。マジで、マジプルじゃない？うわ、うまっ。本当に美味しいもん出会ったら手震えるわ。うまい。本当にね。うん、飲んでる人多いね。よくみんなリアクションせずに食べれてる。いや、そうね、うん、俺らこんなうわうわ言ってんのに。ちょっと追加トッピング頼もうかな。はい、早めに。はい、お待たせいたしました、ケチャもあります。納豆をいただいてもいいですか。どういう感じだろう、普通の返しってこと。あ、そうだ、ちょっと一旦これで、うん、そうだ。天まで登った。いただきます。どう、付けは。おお、うん、え、これなんて言えばいいんだろう。納豆醤油みたいな。ラーメンだれ直飲みする人いるんだ。いや、どんな味わいなのか。納豆だれみたいな感じです。ああ、いいじゃん、めんつゆにちょっと近い感じの。甘いんだね。それが欲しかった。うんうんうん、薬味なんですけど、ニンニク薬味、はい、これそのままボンって入れちゃって、もうやっちゃって、はい、はい、そんなに辛くないんだよ。けどニンニクがね、効いててうまいんだよね。せっかくならね。ああ、落ちなかった。そっち。あ、いいんじゃない。これもうスープ、いい、ね、うわ、もう、もうちょい多くしてほしいな。すごいな、スープもないじゃんか。うん、いきます。マジお前、そのまま一人で食べに行ってほしいよ。一人でこうやってやってほしいよ。マジ怖い。モニタリングかと思うんじゃない。ねえ、いや、なんか活力になる。ほんとガソリン入れてるみたいなんだよ。あ、でもそれはエネルギッシュなんだよね、天下一品で。うん、マジであるね。いただきます。これは、あ、薬味だけで食べると結構辛いんだな。あ、そうなんだ。やっぱ馴染むんだ、このこってりスープに。うん、薬味と餃子もうまいだろうね、多分。うん、これでかない？でかい、今言おうと思った。でかないこいつら、豆みたいでかいじゃん。ね、豆だしね。見てほら、うん、釣り糸みたいな感じでピーンってほら。え、すごい、ネバネバ力がすごくないこれ。はい、あ、もう絶対うまい。うまいんですかこれって。美味しい、美味しい。え、合うのこれ。いや、これがマジで。しかもお肉付きじゃん今日。うん、いたしやす。バババ。うまっ。やっぱね、うまいんですよ。まあ僕食べたことあるから、もううまいって分かってたんですけど、ね、だってこぼしたことすらあるしね。そうそう、うん、なんでうまいんですかね、納豆入れたら。てか納豆ってなんかさ、うん、意外とどこも汚さないよね、どこに入れても。はいはい、はい、鍋に入れたって美味しいしさ、うん、なんかスープに入れても美味しいしさ、お味噌汁に入れる人だっているしね。あ、そうなの。あ、いるよ、ちゃんとね、そういうなんかあるんだよ。チャーだけ、チャーハンと、チャーハンと育った汁、それ絶対うまいわ。
納豆入ることでちょっと苦味増されてますね、これ。あー、確かに納豆自体のね、うん、なんで合うんだろうな。で、僕がおすすめしたい食べ方、この餃子1個残ってるじゃないですか。はいはい、もうこうなんですよ。うまじ、巻かれんの。うわ、やば。これこういうね、あ、なるほどね、肉を巻くわけですよ。あ、これはうまそう。じゃあこれで、はい、これがいいですよ。いきます。うーん、マジうまそう。うまそうに食うの、ほんとに。これです。これをぜひやってみてほしい。チャーハン、フィナレ。あ、もう食べきっちゃった。替え玉ないっけ、替え玉。あ、ないんだ、もう食べきっちゃったんだ。じゃあ、まあここまで食べきったんで、はい、もうこちらですよ。はい、じゃあ、オースウィックキムチライスセット。中野店限定。はい、これはもう夜間ですね。え、かわいい。コースターかわいい。ありがとうございます。来ましたよ。すげえ、これ初めて見た。これやっていいのかった、まず。中野店といえばの夜間。え、夜間ちっさ。うわぁ、うわぁ、スライアザペロリン。じゃあいただきます。キムチと合わせるのがデフォルトなんだね。うわぁ、なんかこの濃厚なスープに、うん、いいキムチの辛みとおしゃき感、いいアクセントになるわ。薬味っぽい感じかな。あ、キムチが、うん、やっぱでも必要なんだ、ね、役割的には。これはうまそう。いただきます。うわぁ、うん、あ、キムチ美味しいわ。キムチ、そう、キムチがあるからその味が出てる、うん、だからこれ何もさ、この侵されてないスープでしょ、多分。ほう、麺もチャーシューもいってないから、だからしょっぱくないんだよね。そう、スープがだからタレとかかけてもいいかもしれない。ちゃんちゃんもいるから、じゃあこれをもうやっちゃっていいっすか、うん、あ、まあ、うまそう。うわぁ、あー、侵入しちゃってる。あー、あー、すげえ、あー、すごくなっちゃうよ。クリアした。これは最後までいかないと分かんないんだね。そうなんですよ。すいません、お先に失礼します。これやばいわ、絶対やばい。ね、トントロがマジでうますぎる。で、トロチャーシューがうまい。やっぱこう、ちょっとあのね、あの視線をくぐってきたこのスープなんで、うん、やっぱいい味出してます。視線をくぐってはないと思うけど、納豆もいいし。確かにね、いろんな出汁が入ってね。ラーダレ入れていいわ。あ、このパターンは気になるわ。ピュ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 、うまそう。まあ、これうまつゆみたいなもんだもんね。もういただきます。キムチがいい味出してるんだよな。納豆ご飯になった。うめえ、マジでうめえ。おしゃれ、どうぞ。納豆ご飯になるんだ、これで。俺納豆ご飯ガチ勢だと思われてる。じゃあ行きます。もうさ、タレと納豆のイメージしかないよね。印象、タレ入れすぎると。で、奥の方でこってりのスープが、そうそうそう、僕も入りがこうみたいになってる。納豆ご飯になってて、あ、やだやだやだ、ね、そそるんだよな、もうこの絵が。やだ、多すぎすぎる。え、そんなにいる？すごいね、いっぱいいたんだね。え、こんな入れてくれるの？すごい。あ、なんでなんで。カメラに全部向けんだって。なんでなんで。マシマシスープ。すごい。見てこれ、源泉かけ流しよ、これ。あ、いいね。源泉だもん、だって。え、マジ源泉だよね、これが。うん、本当に。よきかな。よきかなってよね。完全よきかなって。完全よきかなして。よきかな。いただきます。完全、それだった。うん、よき、うまっ、うん、納豆強っ。いや違う、これがもう納豆みたいな味するんだよね、多分ね。納豆入れたら納豆になります。あ、でもそうだね、おすすめだけどね、うん、だから序盤で入れたない方がいいんじゃないかな。確かにこの順番が良かったね、途中から中段階がいい、うん。いやー、うめえ。うわー、リハだね。すごい、真っ白じゃないんだ。やっぱ変だね。めちゃくちゃリハだじゃん。確かに。
いや、うま好きだね、杏仁豆腐。しかし本当に好きなんだよな、杏仁豆腐。めっちゃ食べてるな、最近も。凝ってるよ、彷彿とさせるような味の濃さ堪能しましたね、うん、しかし今日は俺がちょっと外で電話してる間に何があった？いやいや、どうして？さすがに食べたくなっちゃった。ええさすがに食べたくなっちゃった。ちょっとシンプル一杯。お兄さん、さっき中野ラーメン食べたあといっぱい。そうですね、実は中野でラーメン食べてライス2杯食べた後なんですけど、いや、直球に来れることってマジないですからね。確かに。そうですね、いただきます。繋がんなくなっちゃうじゃん、映像が。なんで？営業。確かにね、どこで挟むんだろうね、これね、うん、俺が杏仁豆腐頼んでる後ぐらいに。そう、意味わかんないんだよね。やっぱりね、しょっぱくないんだよね。はいはいはい、はい、だからスープをさ、会員してさ、飲みすぎじゃないって思ってる方もいるかもしれないんだけど、うん、これはなんかスープっていうか、まあ、おかずに近いから。まあそれはわかる。なんかスープ飲んでるっていうか、なんかスープ食べてる感じだから。そう、なんかね、やってくとなくなってくるんだよね。しょっぱいとかじゃないんだよね。まあ、僕あの帰るんで、あのえ好きに楽しんでくれって。いやいや、一緒に食べようよ。二人さっきみたいに移ろうよ。はい、というわけで今回中野店さんにお邪魔いたしましたけども、はい、いや、最高でしたね。すごい、やっぱり全然違うよね、スープが、うん、全然違う。メニューも違うんだけど、やっぱスープがシンプルに全然違う。洗練された濃厚さがありますね。本当に濃厚でした。はい、まあ、やっぱ中野店限定のメニューだったりとかもやっぱありますんで、まあ、定食のセットだったりとか、うん、まあ、その夜間のスープもそうですけど、やっぱそういう特別感もありますし、1号店とか行ってみたいですけどね、マジで。あ、京都？京都なんじゃないの。いや、めっちゃめっちゃ並んでるイメージあるし、一回さ、スープ増量どっか企画でやったじゃん、うん、スープ増量も頼んで、それでも足りない人もいるじゃん、うん、これがあるからいいよね。そうなんですよね。これ相当入ってたよね、量。相当入ってました ね。いや、まあ、この夜間できるだけでもやっぱもう素晴らしく、もうね、楽しめると思いますんで、うん、はい、まあ、時間があってよかったな。はい、まあ、皆さんもね、ぜひ長野店さん来てみてください。本当に美味しいので、マジで美味しかったです。はい、というわけでコメント、高評価もよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画で、バイバイ。ブロードウェイ行ってきます。